ニト <music> こんにちは4月の13日金曜日の株と為替の売買シナリオでございます、えー、現時刻が4時25分を今なったところとこういう時間帯でございます、えー、さて、えー、まだ、まあ、今が ちょうど、ちょうどという言い方変ですね。ロンドン勢がそろそろ動き始めてというのは8時、8時、まあ8時25分という時間帯なわけですけども、今から1時間ほど前ぐらいからでしょうかね、株高円安が進んだという経緯ございますけども、特に、えー、ドル円レート。 えー、こちらにおいての値動きというのが非常に顕著でございました。で、その前に日経平均株価の方でございますので、こちらの方はどちらかというと、えー、今ネットトレーダー、当社の取引画面のネットトレーダー見てますけども、どちらかというと全般、全場においての強含みというのがあったんですが、えー、5番においてはどちらかというと調整感の方が強かったのかなというふうなイメージで、本日の東京市場、日経、えー 東京株式市場の方は終了しております。えー、ただし、東京金融取引所、クリック株365を見ますと、今、現時刻が日経225日数、21,930円水準。で、ドル円レートが107円の、おー、60銭水準を維持しているとこういうような状況です。さて、じゃあ、これどういった動きなのか、そして、え、今、えー、今夜ですね、週末、どういった見方でシナリオを考えているのかというところで、こちらでご案内させていただこうかと思います。 今回の売買シナリオ、まずはドル円からでございますが、先ほど申し上げました通り、夕刻からちょっと、 とドル買い円売りが強まったというところなんですが、どちらかというと海外市場参加者を中心として、まあシンガポールなどそうしたところの、えー、まあ欧米系のファンドがそうしたところ海外を通じてというところかと思いますが、今日がまあ13日の金曜日、まあフライデーズザーサーティンスという言い方をしていいんでしょうかね。やはりキリスト教でのまあ、あ、まあちょっとあまり意味嫌われる日という言い方なんでしょうか。私もちょっと言葉を慎重に選んでますが、一方で、えー、今日は イスラム教においてはこちらのは暗測日と、ラマダンなどはこれまだまだ5月の中旬ですので、まだまだ先なんですが、さてそうなりますとですね、えー、ちょっと複数の市場関係者から聞こえてきたのは、イギリスの議会、まあ、メイ首相などは非常に積極的でシリアに対するえ人道的な対応、米国と共同補聴というような形になってる。 だという報道ありましたけども、英国の議会の方はですね、確たる証拠、まだまだ出てきてないんじゃないかというような形で非常に慎重であるという,いうこと。それとご、ご周知のところかと思いますが、トランプ大統領、まあ非常に、まあ曖昧なという言い方を言うと、ちょっと不適切なのか、どうなのか、ちょっとはっきりしてくれよって話なのかもしれませんが、なんかなんとなくどっちつかずの、私は攻撃するとも言っていないし、でもしないとも言ってないし、するとも言ってないし、みたいな、えー、ちょっと分かったような分かんないような言い方をして、 していたというところで、マーケットが少し困惑したというところ、そして先ほど申し上げました。えー、ま、宗教的なということなんでしょうか？ さすがに空爆はちょっとないんじゃないかとこういうような見方で、今までずっとドルショート、円売りのポジションで傾けていた、あそうしたポジションが縮小に動いたと。えー、竹部も,もこの売買シナリオにおいてはドル売り円買いというようなポジションで、ね、下、え、値、ー、下方リスクというふうにして申し上げた経緯がありましたけども、やはりファンドなどはそうしたところで一旦これ超えたのかなというところでドル買い戻しで107円の50センス以上のストップロスなどをスーッと上げていって上進性を強めたというところなんです。 現状においては今さてで、今夜でございますけれども、じゃあそうなりますと、どういったシナリオで考えているのかというと、ここからもう一歩踏み込んでいくには、まあちょっと材料が、今のところはやはり、そして動きが停滞しているという中では、20時以降ですね、JP モルガンだとかシティだとか、ウェルズ・ファーゴ、こうしたところの米系の金融機関の協議、 決算発表ありますので、えー、まあ、昨日でございますね、ブラックロックだとか、これはアメリカの資産運用会社でございます、ね。こうしたところに続く、まあ、決算の良好な結果が出てくれば、これも二次的な言い方なんですが、株高に牽引されてリスコンでの円売り、これが強まるのかどうかとこういうふうにして睨んでおります。昨日はド,、まあ、ドル円、えー、107円台かなり強かったねという、まあ、ドルが強かったねという言われ方があるんですが、えー、これは今日は私、ラジオで出演 させていただいた折にもちょっと申し上げたらさ全般的に別にドル高になっているわけではなくて対ポンドだとか対ニュージーランドドルでは、えー、ドルは売られておりますそうした意味では少しまあえー、ポジション少しーまあ、ショートに振っていた向きが全般的に買い戻されたというところだと思いますので今日のこの金融 の金融機関の決算内容を受けて、今度はさらに上伸性を強めるのかどうかというところと、ええー、まあ週末のリスクがまあ警戒されるよというところかと思います。で、えー、大きく報じられておりませんが、金、えー、日成、えー、これ前主席前の主席ですけども、えー、お誕生日四月の十五日が誕生日太陽節というのがありますので、またまた朝鮮半島から北朝鮮からそうしたですね、ええー、まあ軍事的なと、まあ、今今ないとは思う。 んですが、国異形容的な姿勢が出てくるようですとちょっとマーケットがびっくりするよという言い方と4月の16日が月曜日新月アストロロジーサイクルでは危険転換日というところでございますのでこのシリア情勢と含めてなんですが え、ま、週末の終値と、終章、来週の始まりねですね、この辺の乖離があるのかどうかというのをちょっと意識して、今回のスタンス、かなり回りくどかったですが、様子見という形でご案内させていただきました。ただし、この7の30、7の80の中でも、ストップロスの設定、観測としてご注意いただければと思いますのは、177、80線の前後、かなりテクニカル的な、 ポイントとして見てますのが、2月27日の高値、2月22日の高値、東のボリンジャのプラス2シグマ、この辺が70、80にあるということですね。この辺ポーンと超えていって、内緒は2月の21日の高値も意識するとですね、ストップロスちょっと走るかもしれません。108円のちょうどはおそらく、まあ小さなオプション設定はあるかもしれませんが、輸出などの売りというのはあまり107円のミドルでかなりこなされてしまったというところだと思いますので、今夜のロンドンフィクシングには若干持ち込まれる可能性あるかもしれません。 知れまませせんが、えー、少しし上進性を意識させるよううなリスクとこういうふうにして見ております一方で7の30割れるようですと、東の一目の加減が今度は支援してくれるのかどうかというとこなんですが、7の15割れ、7の当選、この辺がちょっとまた割れてくるようですと、買い方で攻めた方々も一旦はちょっと見直しを強いられるんではないかなというとこで、こういった形でレコードさせていただきました。えー、繰り返しになりますが、今夜はちょっと様子見というふうにしてみておりますが、ポジションの調整、そして、それと、 と、え、やはりシリア女性も本当にトランプさんの発言以下にも大きく振り回されてますので、この辺もちょっとご留意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。 日経2 2 5数でございますが、こちらの方はですね、まあ、様子見とは、ご案内しているものの、えー、売り買い待機ということで、21,850円から2 2二0飛んで50円での予想レンジ。A 案の方は21,850円で買って、2 2二0 0円で売りというところでの150円幅狙いで、アゲンストは21,700円、150円イ置チというところで、A 案の方でございます。えー、B 案の方はですね、22,050円で売り待機。買い戻し21,900円。こちらの方も150円幅狙いで、 で2 22, 万2200円で損切りということでこちらのも150円1、2 2000円の根拠というのは日足のボリンジャーのプラス2シグマ内視はこれ3月の1日の高値でございますけども2 22, 2210円クリック株365での水準ですが。さこの辺を意識しての一旦、えー、エグジットというところでございます。下値においては2万1700円さあこの辺はもう綺麗にです、ね、直近のところの前ちょっとヒゲ出てますけども、えー、ダブルボトム風になっているというところです。基本的には240 シボリンジャーバンドのプラス2シグマと え、ま、中心線でしょうかね。え、この辺の間というところに見てますが、21,850円ところ、この辺はちょっと注視しておりますので、21,800円維持できるのかどうかがポイントというふうにして見ております。さてで、本日の日経平均株価の方なんですが、先ほど申し上げたように、前場の方かなり盛り上がったという経営があるんですが、後場になったちょっと調整の方が強まったのかなというイメージでございます。え、当初一部の値上がり銘柄数は1,300超えているとこういうところでございまして、今日はやはり、え、米国の金融株高を受けてということで、金融関連

してるのではないかというのは一部報道ございましたこの辺がちょっと来週のところでも改めてですね海外勢からの日本の不動産に対する投資対象に対するまあ、動きというのが話題になるのかどうかちょっとここに、えー、警戒しておりますがいずれにしても今日は33業種中26業種の値上がりというような形で済みましたがさてこれ来週どういった形になるのかやはり週末のリスクも含めてですねちょっとご注意をしていただければとこういうふうにして思います ということで今日出演させていただいたのはこちらでございます。ラジオ日経さん。えー、の内容の方はですね、リキアのエフェクス登場、ブログのところでちょっとご案内させていただければというふうにして思いますので、割愛させていただきますが、ポイントとしてですね、今日、株式仕様のところで、まあ、ちょっと強めに出ていたというのがこちらでしょうかね。顕著な例。日経225のオプションの方でございます。出来高の方をちょっとご覧になっていただけますでしょうか。23000万円のコールの出来高の膨らみが、 ちょっと目立つというところですね。5000枚を超えている22,500円のコールも3000枚、約4000枚というところで少しブルコールになっているのかなというイメージでございます。主戦場の方が少し上の方に動いてきたというところもちょっとこのもご留意いただければと思います。さて、ね、来週でございますけども、もう早々に為替見通し、来週のご案内させていただいております。当社のウェブサイト、来社関連サイトご覧になっていただければと思いますが、来週ですね、安倍首相の訪米で 縁が忖度する局面と題してご案内させていただきました。えー、国内においてはもううんざりしているというような与党の幹部のお話であったりだとか、あとは来週でございますけども、安倍首相を訪米なさいますので、この辺がテーマになるんじゃないかとこういうような形で、えー、書かせていただきました。えー、週末ぜひ、まあご講談いただければというふうにして思います。以上4月の13日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました。